という点で見ますと2試合11失点防御率 7.82 という柳です、はい、去年は全然打てなかったんですよね。そうなんです。そう思うと今年の2試合にかけては今日も期待できるわけですね。この今シーズン三振追い込んでドクター K が最初の三振を奪いました。中田に対して2ボールを強振と柳低め素晴らしいボール、143キロストレート。やっぱそうでしょうね。もう音、まあ、外いっぱい決まっています。柳そして石橋バッテリー追い込んでインコース見逃し三振。はい、ホームランが出にくい球場と言われています。一番出ないでしょうね、はい、今日は打席に立つこと、今日三振を2つ奪っています。そう、縦のスライダーで空振り三振、今日3つ目の三振を奪うのがジャイアンツサイド。ランナーがいるとピッチャーは力いますからね。それで体力ジャイアンツも打たれているとはいえ、ドラゴンズのドクター K 柳変化球はそんな大して、はい、あのコースは僕は狙ってないと思うんですよね。なるほど。チェンジアップにしろあのスライダーにしろ低めっていうイメージで投げてるのかなと思うんですけどもね。早い間合いで投げてここは左中間、最後はレフトが取ったでしょうか。非常に今週輝く活躍を見せています。カウント1-1緩い変化球、ね、そうですか、はい、インコース見逃し三振。これがドラゴンズのドクター K 柳。この回もジャイアンツは無得点です。いますね、全然違いますよ、はい、ツーアウト。眼光鋭い中山、落としてくるか、落としてきてうまく打ったファールです。ウイルスの影響でありませんでした。ワンツー外のボール空振り、中山ライトは空振り三振。オレンジと青に染まった東京ドームですが、まず1点というところは是が非でも欲しいところです。カラド投球になってくるでしょうからね。なるほど、はい、ここは外のスライダーバットを振らせました。緩急ですよね、緩い球も使いながら取れば術というのもつけている柳です。アウトコースに素晴らしいボールですね。シーズンからジャイアンツのユニフォーム、緩いボールをすくっていったがセンター岡林下がって取りました。でレフトアリエル・マルティネスから加藤翔平にレフトが変わっています。緩いボール打ち上げました。左中間レフト変わった加藤翔平が掴んでいます。勝利に向けて一つ一つというところ変わりませんね、はい、少し脱力した構えの北村、ショート三ツ俣からファーストに送られます。これで3アウト。ご覧のように全ての投球登板で、さあ先発投手陣です。開きました 2-2。 何か変化ありますか。いや別に ないですよ。今日一日やっぱり今日も知ってると思うんで、やっぱりこの勝てるピッチャーの条件で各イニングの先頭バッターは全力とか、そういうことを頭に入れながらの投球じゃないですかね、今シーズンから柳優也プロジェクトを始めています。はライトへ。点差6点ありまして、ピンクのヘアバンドも日曜日、ただここはように見えますよね、あっと低めの変化球バット回った。柳これで8つ目の三振。柳優弥7回を投げ終えています。